絹沼の地頭より絹沼や牧沼火山の被山体を南西から望む。右の草地が絹沼の湿原。右奥が火打ちだけ。絹沼は栃木県日光市にある高層湿原である。標高は2020メートル前後。環境上日本の重要湿地500に高層湿原及び中間湿原として選定されている。選定基準第一基準に合致する。 選定理由として、沼ヶ谷茶水苔群落、沼ヶ谷から、イボ水苔、ほホロムイスゲから、沼ヶ谷群落となっている。絹沼は、大小47の地頭により構成される。面積は、約13.4ヘクタール。泥炭の厚みは2メートル以上ある。植生は、猛仙苔、岩鏡、チングルマ等の総本と、水苔類が豊かな植物群落をなす。 約24万内し20万年前に活動した、絹沼火山が作り出した平坦面の上にあるのが、絹沼である。絹沼火山はデイサイトが、元岩とした、溶岩流、火砕流で形成されたもの。全体に木道が整備され、湿原の隅、絹沼山への登山道の入り口には、避難小屋も整備されている。一時、過剰利用により、植生の多くが破壊されたが、 植生復元の努力により、美しい湿原の姿が蘇りつつある。日本で最も高い高層湿原とされることが多いが、実際には、絹沼より高標高に位置する高層湿原としては、苗場山や五色が、原、平ヶ岳などが存在する。1月平均気温は低く、摂氏10.3度に達し、非常に寒冷な気候である。絹沼は周囲を、 白ビソ島に囲まれ、大小の地島が存在する、比較的湿潤な場所と、やや標高が高く、比較的乾いた場所がある。湿潤な区域には、湿原の植物が多く、乾いた場所には、黒部屋、白ビソ島の木元植物が多い。絹沼湿原の生誕より、オゼ引きりだけを望む、環境省日本の重要湿地500。ABC 日本の第四期火山。 絹沼火山産業技術総合研究所、地質調査総合センター絹沼の位置と寄港。ありがとうございます。